はいどうも、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、ドラゴン TK です。ではね、今回もテイルズ・オブ・ベルセリアやっていきましょう。では、行こう。ラフィーを探しに森へ出かけていきましょう。やられてなきゃいけないね、売り場に。それがもう、こっちで合ってるやんな。ああ、合ってる。今しめの森、紅葉に染まる今しめの森。何かってよし、って言っとこう。よーし、お、売り場、え、何これ。ああ、さあ行くわよ。そういうことね。はっ、せいっとこよ。どうだ。はっ、豪華人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 、おう、豪華、会いたい、豪華人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 、通販激調撃。こんなものかな、こんなものかな。うん、いい感じ、いい感じ。じゃあ行こう。先、何、ムービー来た。ラフィー、お姉ちゃん動ける？熱は？平気、ちょっと休んでただけ。まったく、何してんのあんたは。黙っていなくなって、動けなくなったらどうする気だったの？そうなったら苦しむのはあんただけじゃないんだからね。ごめんなさい。したいことがあるならちゃんと言ってよ。そりゃ欲しいものも買ってあげられない、情けないお姉ちゃんだけど。違う、そうじゃない、そうじゃなくて、そうだ、お墓の花忘れてた。うん、だから僕、岬に積みにだけじゃなくて、海が見たいんでしょ。それもあるけど、今日は特別よ。一緒に行こう。いいの？その代わり、今度黙っていなくなったらベッドに縛りつけるから。うわー、やばい、はい、やばいプレイがやばいプレイが。じゃあ、あかん。岬へ出発、出発。セリカお姉ちゃんたちのお葬式の朝も二人でプリンセシアを積みに行ったわね。うん、4歳だったけどよく覚えてる。村にも岬にも花がなかったんだ。そう、ゴーマに荒らされたから。そしたら突然あんたが崖から降りようとして、お姉ちゃんは慌てて僕を捕まえてすっごく怖い顔をして怒った。当たり前でしょ、あんたまでいなくなったら私どうしたらいいか。アーサー兄さんがいるよ。お姉ちゃんのこともこの世界のことも兄さんがきっと何とかしてくれる。それはそうだろうけど、あんたがいなきゃ寂しいのは同じなんだからね。分かってる、ごめんね。まあ、でも血の強かった兄弟ですからね。あんたが降りようとした崖の下にプリンセシアが二つだけ咲いてたんだよね。あの時風がふわっと吹いてきて、セリカお姉ちゃんと同じ香りがしたんだ。そうだったね。だから私は思ったんだ、あの花はお姉ちゃんからのメッセージだって。知ってる？プリンセシアの花言葉。かけがえのない宝物、いくいく年も健やかに。そう、私の気持ちも同じよ、ラフィ。うん、僕もだよ、お姉ちゃん。この二人に入りよく、めっちゃいい、めっくりした、いい。豪華人、豪華人、豪華人、一気に行くわよ。ちょっと待って、豪華人、豪華人、豪華人、そこよ。よっしゃ、まあまあね。どうだ、まあまあっすか。うん、どれぐらい溜まってる今。ちょ、そこ違う、こっち慣れへんな、まだちょっと。アイテム、術技、装備、ビジュアル、作戦。ビジュアルなんかあったりするかな。ある、いや違う、ないわ。ああ、はあ、はあ、おい、うえい、こっち来てる、こっち来てるか。来てない、よかった。助かる、それは。おい、ひれ張りそう。まあ、戦っていこう。一匹だけやった、一匹だけ違うけどな。痛い、豪華人、豪華人、せいっとこよ。
どうだ、マジか、マジっすか。豪華に豪華に、そこよ、オーケー、まあまあね、いい感じ、いい感じ。ほう、よし、まあ、いや、歩いてもだ、歩いてもだ。まだ慣れへんな、ちょっとな。うん、まあ行ってみよう。さっきから全然セーブしてないけど大丈夫やんな。咲いてる咲いてる、あはって 笑い方がちょっと気持ちよさそうやな。変わらないね、ここからの景色は。変わらなくないよ、季節や風や天気で海は全然違うんだ。それに海の向こうの景色も。見えへんけどな、景色なんて。ドキドキ、わかんないこと言うわよね、あんたって。お姉ちゃん、今日は連れてきてくれてありがとう。何よ、改まっちゃって。ん？ねえ、ラフィーは知ってる？なんで鳥が空を飛ぶか。そうじゃないと餌が取れないからだよ。敵からも逃げられないし。だよね。だよね。二人似た者同士。でも、うん、僕は思うんだ。翼を持った鳥は。なに？おお、ゴーマ！ゴーマ！よっ、ゴーマ！ライフセット、苦しくても頑張って走って。お姉ちゃん、怖くないよ、あんたならできる。きっと兄さんみたいになれるから。やめて、ダメだよ、逃げて。ウェイ、なんでゴーマが。あ、小さ、この小さいの。いやでもやるの、感情で動いてたらあんたまで死んじゃう。でもお願い、ちょっと待って、あかんあかんあかん、ゼロやって。どうしない、これ逃げ回ってけんじゃん。どうしてかできひんやん、これ。ちょっと待って、やばくね、これ。兄さんの言った通り、けどだからって。あ、いた。やめろ、僕が相手だ。え、あかん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 、死ぬて。いや、あかんて、ラフィー。いや、え、ゴーマ待ってる。ゴーマ待ってるやな。てる。おおお、アーサー兄さんが出てきたよ、やな。いいところに出てくるな、アーサー。タイミング良すぎやろ。絶対消しかけたんじゃん、これ。私、なんで家に。お姉ちゃん、ラフィー無事だったんだね。ごめん、僕のせいだ。違うよ、あんたがいてくれるから。私は、前の割れちゃったでしょ。お姉ちゃんの髪綺麗だから、ちゃんとしないともったいないよ。僕が作るよ、お姉ちゃんが幸せになれる世界を。作りますか。まあこれ作られへんと、まあラフィーやられるんやけどね、アーサーにやられるんやったかな。火の夜、なんで。
全部夢なんかじゃない。ライフセットのかんざしかなの入手した。これって装備できるの？いや、それはできないと。なら行こう。うわ、ゴーマだらけ。うわー、ちょっと待って。なんなのこれ。ラフィーは、オオカミの鳴き声。まあ、行きましょう。一体、何が起こってるの？怖がってる場合じゃない。ラフィーを見つけるんだ。うん、どこ行けばいいか分からんけど、まあ、行こう。うわ、全員やられてる。一体、バトルチュートリアル。勝てないと判断したら逃走することが大事。ウェイ、どこや。おい、ちょい、オッケー、クリア。オッケー、びっくりした。今裏はどこ行ったね。向こう側かなにしか行けないような気もするけど。って、うわ、全員やられてる。うわぁ、やばいって。俺の屍を越えていけってか。それは違うな、それは違うやな、違うところやな。うん。あ、何だもん。諦めるな、諦めるな。ちょいと待って、ウェイ。危ない危ない。もうここやろ。おー、なんかゴーマいっぱいなってるやん。まあ、ゴーマさん、ちょっと抜いてくださいませ。ゴーマを無視して先に行けるとこまで行こう。ちょっとここら辺にセーブかけてください。さっきからセーブしてなかったからちょっとやばいんですよね。これでゲームオーバーになったら終わりやから。ここでちょっとセーブさせてもらって、その後からやっていこう。オッケー、ここやね。オッケーオッケー、いけるんじゃない。兄さん、なんか、死んじゃなくね。あ、ちゃうわ。お姉ちゃん、ベルベット、よかった、兄さんが守ってくれたんだね。これも立つべき感情か。何、お姉ちゃん逃げて。あ、兄さん。は？何これ。かつてこの場所で地獄の蓋が開いた。そして今夜、救世の力が復活する。はい。ライフセットの命を生贄にして。何を言ってるの。あかんかんかん。兄さん、やめて。うわー、えらいこっちゃ。話しなさい。それは世界への捧げ物だ。なんで。もう絶対に助からない。嘘だ。やはりお前は感情に従うのだな。あ、痛い。手切られたんじゃね。あ、痛い。なんかその気したのかも。
うわ、なに今の、ちょっと怖いんだけど、今の牙みたいなやつ。え、これどうすんの。左手ちょっとおかしなってるよ、やな。左手だけゴーマカしてない？ゴーマカではないか。何なんこれ、この左手は何なの。おお、戦える。左手でゴーマを食らうゴン。フーマか。フーマ、気持ちいい。なんか今まで倒されへんかったやつが倒せるのがマジで嬉しい。なんで殺した、あの子の血が僕に。なんで、なんで。おお、結構なんかすごいことになってる。ライセットがラビーが何をしたって。どけ。うえい、いやー気持ちいい。今まで当たらなかったけど、クーマなんだからか。周りをよく見る。わあ、あかん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 。村にゴーマ病が広がったのだ。だが案ずるな、この痛みは私が。タイマシアルトリウスコールブランドが止める。アルトリウスコールブランド、あっ、こいつ、え、何これ、精霊か。鳥がなぜ飛ぶか、これが俺の答えなんだよ、ベルベット。アーサー、許さなくていい、すべては私の罪だ。アルトリウス。え？ええやな、ほんま。マジですか。お前だけは。マジですか。こういうことが起こる。うん、レベルめっちゃ上がったけど。お、草原客と、うん、箱オーバー？ん？レッコーバーやな。レッコーバーやね。そうやね。オッケーオッケー。ブラッドブレード、固有スキルマスター。敵撃破時に HP 回復プラス30。それはいいね。バトルガーメント、防御プラス5。うん。
丈夫なベルト。戦闘ランクが低いほど敵の攻撃力や攻撃頻度が低くなり、簡単に敵を倒せますが、その代わりランクを上げると敵のドロップするアイテムがより良いものになりやすくなるほどなるなど見返りもあります。入りすか入りたんやね麻酔症の効果の一部には戦闘ランクを条件に効果を発揮するものもありますと。システムコンフィグからいつでも変更できますと。なるほどね。装備品はに必ずついているスキルです。ほう、マスタースキル。ほう、各装備品には熟練度が設定されており、戦闘で獲得できるグレードによって熟練度が上昇していきます。熟練度が最大になると該当のマスタースキルをキャラクターが習得し、装備品を外しても効果を発揮し続けるようになるので、装備を切り替えながらマスタースキルを習得していくのがキャラクター育成のポイントとなる。ほう、なるほどね。今回こういう感じになっているんだね。習得しているマスタースキルを装備している場合のみ、場合はあちゃうか、習得済みのスキルと装備しているスキルの効果が合算され2倍の効果を発揮します。へえ、これはちょっと。こうして私の世界は終わった。いや、終わったん？あれから3年。落とされた闇の底で私は喰らい続けた。ゴーマの血と肉を生きるために。生きるためにって、あの男、弟の仇を殺すために。まあな、そうなるわな。うん、目の前で殺されてんもあんななるの当てる前やわな。まあ今回はここら辺までかなって思うんですけど、うん、一旦ここでまあ終わりにしましょう。ではご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録とツイッターアカウントのフォローの方ね、よろしくお願いいたします。一応ね、ドラゴン TK でね、ツイッターアカウントの方で活動中ですのでね。ではさらば。